どうもお酒は立ちなってかませんです。こんにちは。2022年の7月の13日でございます。ただいま15時52分を回ったところでございます。お仕事休みですが、この後少し用事がありまして出かけますので、お酒飲んでおりません。はい、第三国志、今日はね、告知の動画となります。いよいよ今月7月31日で第三国志が5周年を迎えます。おめでとうございます。私もですね、2017年の8月1日からこのゲームを始めまして、共に歩んでまいりました。こうやって YouTube もやっておりまして、まあ、その中で、ね、たくさんの出会いとか学びもありまして、本当、まあ、人生を変えたゲームと言っても過言ではございません。本当に感謝いたしております。で、いよいよ5周年ということで、まあ、公式からもね、イベントの告知がそろそろ来るんじゃないかなと思います。今日のメンテナンス明けになぜかボーナスリセット来てました。ボーナスリセット、めでたい時にボーナスリセット来てます。我々がご祝儀を送るのかっていう話なんですけども、はい、まあね、5周年イベント期待しましょうか。はい。で、まあ、それにかけてですね、私、まあ、今までですね、非公式のオンラインオフ会を開催してきました。シップのケンさんと、あとミラさんとね、やってきましたが、今回もね、まあ、5周年あるということで、まあ、その直前にやりましょうという話になりまして、公式からも協力しますよと。いう返事をいただきまして、はい、開催する運びとなりました。はい、公式協賛第三国志5周年記念今宵祭り竜王邁進開催いたします。はい、日時がですね、2022年7月23日土曜日21時からとなっております。だいたい1時間半か2時間かな、うん、やる予定ですけど、毎回まあ非公式なんでね、まあ、時間の制限がないので、まあまあ結構延長するかもしれません。はい。ですので、まあ私もね、お酒飲みながら、もう本当ね、普通の、まあライブの延長みたいな形ですよね。本当に、ゆるーくまったり、まあ第三国志のことをワイワイ語りながらね、やっていこうと思います。で、出演が、シップのケンさん。司会担当、いろいろね、今準備もしていただいております。はい。ミラーさんね、ミラーさん、いろいろサポートしていただけます。で、マザー X、はい、盛り上げ役と、やっていきたいと思います。はい。で、今回はですけども、まあ、公式から協賛いただいているということで、ありがとうございます。Amazon ギフトカード、第三国志の新グッズが当たるということで、この後ね、ちょっと、紹介していきたいと思いますけども、まずは企画内容です。企画内容ですけど、まあ、今までのね、オンラインオフ会と、まあ、一緒な感じにしました。はい。で、一つ目、まあ、第三国志大喜利。これは第1回からね、やっております。はい。で、画伯クイズ&ファンアートということで、まあ、マサヤン画伯、私、なかなかの、まあ、絵心があるというところで、それを当日当てていただくという形になりますかね。で、ファンアートは、まあ、公式ですかね、のオンラインオフ会で一度やりましたけども、非常に好評でしたので、皆さんから募集するという形になると思います。はい。3つ目が、三国志クイズ。まあ、私自身はね、ちょっと歴史に疎いんですけど、三国志は好きなんですけどね、まだまだ。詳しくないんですけども、やっぱり歴史的な部分大好きな方もいらっしゃいますから、まあ、これは当日になりますけど、まあ、当日での企画三国志クイズ、そして、第三国志川柳でございます。はい、これは新企画になるのかな、うん、はい、五七五のね第三国志にまつわる川柳を募集します。そして最後ガチャロト、ガチャロトです。やっぱガチャしないと、ね、始まんねえというところで、
過去やっております、今回は自腹シップのケンさん、ミラーさん、私が25連ずつですかね、計75連で、やります。星5部賞、星4部賞にポイントがつきます。でその合計ポイントを予想していただくという形の、いつもの形ですね。はい。であと最後に、まあ、5周年も変えて、まあ、今後の第三国志とかね、皆さんが望むこと、まあ、いろいろあると思いますけど、少しでも長くね、私もプレイしたいので、まあ、そういった形でちょっと第三国志談義はしたいと思います。はい。ですので、ね、事前募集するのは第三国志大喜利、ファンアートで川柳でガチャロトの予想数字という形になると思います。で、募集方法なんですけども、疾風のケンさんも動画を出されると思います、この後。で、ツイッター、まあ、ロビーとかでもね、募集できると思うんですけども、そこから、リプ、もしくは DM で送っていただく形になると思います。これはね、今までと同じ方式なので、概要欄に疾風のケンさんのツイッターのアカウントも載せておきます。いつから募集開始するか分かりませんけども、はい。チェックしてください。まあ、シップのケンさんからアナウンスあると思います。はい。そして気になる公式協賛いただいている商品でございますが、こちら来ました。新グッズでございます。新グッズですよ。これはレアなのがね、ありますから、今一つ一つね、紹介したいと思います。まずなんですけど、Amazon ギフトカード。これは2000円分を10名様。10名様となります。はい。ありがとうございます。そして、今回、最も目玉のレア商品は、ソットの日のね、卒の字が入った、オリジナル T シャツ、1名様。かっこいいよね、これ。これ、外で着てても、そんな恥ずかしくないですよね。うん。第三国志って書いてあったら、ちょっと恥ずかしい。卒ってこの一文字の漢字で書いてある、これは渋い、いいですね。はい。で続きまして、紙センス3名様。これもちょっと今見にくいと思うんですけど、真ん中にソットの日の、ね、卒の字が入っております。はい。これから熱くなりますからね。センス渋い、ありがとうございます。そしてサムネの画像でも使ってる、このかっこいいノートですね。ノート。曹操、関羽、周瑜、呂布、董卓ですね。5種ありますけど、各1名様。ありがとうございます。そして最後、これもね、めちゃくちゃいいです。特大マウスパッドですね。2種類。関銀平バージョンと周期バージョンですね。はい。これを書く1名様、ありがとうございます。いやー、いいでしょう。今までね、結構グッズ出してきましたけども、コロナ禍になる前はね、オフ会に参加してもらったよっていう人も結構いると思うし、僕らのオンラインオフ会でもらったよって2個3個なってしまったっていう人もね、いると思いますけども、はい、今回は新グッズです。で、今後、販売の予定はないらしいです。はい。売れると思うんですけどね。はい。まあ、どれくらい作るかって、まあ、微妙。まあ、受注生産でもいいかなと思ったりもしましたけど、はい。こんな感じで、なかなかレアアイテム、揃っております。で、これがどの企画で当たるかっていうのは当日発表とさせていただきます。申し訳ございません。事前募集しておけば当たる可能性は十分あるんですけど、激レアアイテムはオンラインオフ会参加していただいた方の方が当たりやすいというか、そこでしか抽選しないこともあると思います。特にオリジナル T シャツということで、ぜひね、ご参加ください。はい。7月23日土曜日21時開演予定となっております。まあ、前夜祭みたいなものですね。前夜ではないけどね、5周年と
一緒に盛り上げていきたいなと思います。はい、あの本当ね、気楽に、私いつもライブ配信来ていただいてる方ならわかると思うんですけども、あんな感じです。本当マサヤンと多分疾風の検査も飲むと思うんですけども、茶以上飲みながらワイワイガヤガヤする、それだけです。ワイワイガヤガヤする、それだけです。そして皆さんには商品を持って帰っていただいたりしてね、いい思い出に、そして第三国志のモチベーションにつなげていただければと思います。はい、ということで7月23日皆さんお待ちしております。企画内容募集の方は疾風の検査よろしくお願いします。ということで、お酒は立ちなつかませんでした。ありがとうございました。